かけて投げてみますので、見てください。まあ、打ち込みから、ね、5本目で投げましたけども、まず背負い投げ2種類あるんですね。私かける背負い投げ2種類あるんですけども前回りさばきと後ろ回りさばきというものがあります。前回りさばきというのは対角線上にまず足を運んでいって、まあ、一般的な打ち込みですね。はい。で、後ろ回りさばきというのは今紹介した前回りさばきの2本目の足から指導して動かして特に開いて投げる背負い投げなんですけども、今日は前回りさばき最初の方の、背負い投げの方を、ね、説明します。はい。で、組み手なんですけども、襟の方を、ね、前に持ちます。で、引き手の方はこの袖口をしっかり持って握ります。で、まず背負い投げなんですけども、やっぱり回転するのでやっぱり相手のスペースがねすごく非常に大事になってきます。はい。ですので、まあよく打ち込み見てるともう最初からこう近い状態、近い相手との距離が近いところからこういうふうに背負い投げの打ち込みをやってる人がいくんですけども、これだと今もね見てて分かったところ後ろにこうやって下がっちゃうんです。自分が入り込んで後ろに下がってしまいますので、やはり打ち込みの前は必ず一歩下がった状態、ね、ここにスペースが必ず空くようなところから、打ち込みを入るようにしています。で、これもすごくポイントになってくるので、真似してみてください。で、下がることによって少し相手もほら、ね、前につま先の方に重心がかかりますので、必ず打ち込みの前は、ね、背中が入る前はちょっと一歩下がります。はい。で、上半身の使い方なんですけれども、まず引き手ね、袖持ってる方の引き手は、ね、必ず手首を返してこのスペースを、ね、作ってあげます。はい。で、釣り手の方です。釣り手の方は、こういうふうに開いてしまうと回転するときに体が回りきれなかったりしてしまうので、私の場合は手と同じ方向に肘をこうですね、同じ方向に釣り手を持ってくるような感じ、ね、これを作り出します。こうやって、ね、こういうふうにならないってことですか。はい。同じ方向に持ってあげる。まあ、引き出す方向は斜め右、斜め、後ろっていうのかなの方に引き出してあげます。これがこの自分の方に引き出すと入った時にこっちにこう回ってきてしまうので、私の場合は斜め後ろに、ね、相手から崩れることを考えると斜め右前にね崩れるように引いてあげる。釣り手も同じ方向に引いてあげます。はい。はい。で、そうすると重心がねつま先の方にかかってきますので、ここ崩しがしっかりできているかどうか確認しながら入ります。で、足なんですけれども、足は、せっかくね一歩下がって相手のつま先に体重がかかってますので、あまり入りすぎない、最初に行ったところの左足の前ぐらいにもう入るようにしてあげます。もうこのぐらいですね、距離があるぐらいでいいと思います。はい。で、ここから、2歩目の足ですね。2歩目の足はこう大きく回らないで、もう自分の膝の裏に自分のね2本目の膝、すねがこう当たるようにこういうふうに入っていきます。こう回らないで最短距離を通って小さく回っていきます。こう意識してますね。やはり大きく回ると十分時間がかかるっていうのと、早くやはり打ち込みで大きく回ったら大きく回りすぎぐらい
ちょっとね、膝が左の方に向くぐらいまで入ることを意識してます。それが多く回って、ね、この辺までしか回ってないと、ランドリア試合だと絶対に回れないので、相手も防御をしているので、打ち込みではもう最短距離を通って、少し、ね、お尻が横に出るぐらい回すように意識してます。これですね。はい。フィギュアスケートで避難していると思うんですけど、ジャンプするよね。あの時にジャンプするときに、やはり失敗したジャンプを見ると、こういうふうに足がこういうふうになってるし、きれいに回ってるときっていうのも、すごくこの足に、ね、スケートのシューズを絡みつくように、ぐるっときれいに回ってるの、それ見て、この回転っていうのは、やっぱり、この角度、きれいに回るには、小さく回った方がいいんじゃないかと思って、これを意識します。そうすることによって、すごくね、より速くね、大きく回れるというふうなことで、これをやっています、はい。でこの、ね、上半身と下半身の、ね形を意識しながらね、入るようにしてます。で必ず引き手と釣り手の崩しと一歩目の足が同時に、ね、なるようにこうですね。これがどうしてもこう入れてから二歩目の足回るときにこういうふうに引く人がいる。よくこういう打ち込みが見られます。これはね、もう1歩目が先に入っている状態で、2歩目を回すときに引き手と釣り手を引き出してるんですけど、これじゃもう遅いですね。1歩目出すときに、もう殺すときにはもう相手が崩れている、引き手と釣り手がしっかり崩しが効いているような状態を作るので、必ず1本目のここで崩れます。で十分に崩れたところで2本目を回して、はい、というところです、はい。で入った後、ね、最後に入った後なんですけれども、ここでポイントになってくるのは小さくならない、小さくならない、小さくなると相手の体はギュッと、相手の体も小さくなりますので、その分体重が全部ね、相手の体重が自分の方にかかってきてしまうので、こうなると持ち上げられないので潰れます、はい。なので最後はお尻をね上げて相手をきれいに投げたいので、相手を棒にしてあげるようなイメージ、きれいにぐじゃってこう棒が折れないようにピンと離してあげる、ね、そこを考えて、ね、ここを釣り手を肘をグッと上げてあげる、ね、で引き手は少しグッと下げてあげる、そうすることによってここの脇がバチッと、ね、自分の肘にくっついて、相手の体が棒になるから、棒になったところで、ね、ここでお尻を上げてあげる、そして釣り手と引き手を斜め下にボールを投げるように振り下ろしていけばいいと思います。はい、そうですね。で、釣り手に関しては、中学生はまだね、上半身の力も、まあ、ないと思いますので、しっかり巻いてください。ここね、必ず巻いて。肘上げるときは肘上げてもいいけど、ここがこうならないように手首を壊してしまう可能性があるので、巻いてください。はい、これぐらいですかね。引き手、釣り手の使い方、足の使い方、そして投げる時の相手を防御する。よろしいでしょうか。はい、ちょっと全部ね、いっぺんに話しましたけど、意識して、まず回るとこまでっていうか、まずその釣り手と引き手の音を足を、ね、意識して、1まででもいいです。ここまででもいい。これはちょっとうまくね、できるようになったら、ここから回す。それが綺麗に入れるようになって、あ、しっかり形作れてるなと思ったら、ちょっとお尻を上げて投げてみます。いいでしょうか。はい、はい、じゃあ、はい、じゃあやってください。